主任、落ち着いてくださいよ。ちゃんとした説明を。さっきの説明聞いてなかったの？いや、聞いてましたよ。聞いてましたけど、退社するなんていきなり言われたって、上からの事例だってまだ出てないんでしょ？仕方ないわよ。あれだけの事件を起こしておいて主任面してるわけにもいかないでしょ。それって例のグノーシステロの一件ですよね。あれはグリモアという人物が起こした事件じゃないですか。別に主任が責任を取る必要はないでしょ。今のところ何のお咎めもないわけだし、何も自分から出ていかなくても。コスモスも凍結状態で監視されることになるわ。全て私の責任よ。開発途中で無責任かもしれないけど、このままベクターに残るわけにはいかないわよ。凍結って言っても一時的なものですし。あ、ちょっと主任。アレン君、コスモスとみんなのことよろしくお願いね。考え直してくださいよ。ごめん。